それではフィナーレ花火です。大丹波スペクタクル10号玉100円発。素晴らしすぎた時間はあっという間に過ぎてしまいました。フィナーレ花火、大丹波スペクタクル10号玉を100連発。どっちを向いても花火が上がります。ここまでいかがでしたか、松本さん。いやー、もうすでに大感動で、このあと100連発、いや非常に楽しみです。実は去年から始まりましたこの秋のショーを締めくくる大迫力の10号玉100連発ですが、去年よりもさらにブラッシュアップされたという話を聞いております。今年大曲の花火、これが最後ということになりますので、締めくくるにふさわしい素晴らしいものを皆様にご覧いただきます。夜空を覆い尽くす大輪の花をどうぞご覧ください。フィナーレ花火は大曲の花火、年間スポンサーエイブリック株式会社、大和証券株式会社、株式会社交通建設、秋田エプソン株式会社、東日本旅客鉄道株式会社秋田支社、株式会社大仙バイオマスエナジー、アネスト岩田株式会社秋田工場、天馬ジャパン株式会社、 TDK 株式会社、株式会社レッドクリフ、以上の年間スポンサーの提供でお送りいたします。それではどうぞ。
フィナーレ花火は大曲の花火年間スポンサーエイブリック株式会社大和証券株式会社株式会社交通建設秋田エプソン株式会社東日本旅客鉄道株式会社秋田支社株式会社大仙バイオマスエナジーアネスト岩田株式会社秋田工場天馬ジャパン株式会社 TDK 株式会社株式会社レッドクリフ以上の年間スポンサーの提供でお送りいたしました。大曲の花火秋の賞、皆様本当に素晴らしいひとときをありがとうございました。いかがでしたか、松本英子さん。いやもう本当にあっという間で、まだまだ見ていたかったんですけれども、いや最高でしたね、本当に。今日この会場に1万人ぐらいの皆様がお集まりですが、そういうことを感じさせないぐらい身近な存在です。同じものを見て同じ感動をして、そして同じ喜びを感じることができました。もう一回言います、皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい夜を案内させていただいたのは地元のラジオ局 FM 花火福原貴虎と、そして秋田県出身シンガーソングライター松本英子でした。また来年大曲の花火春のショーでお会いしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。